歩こうか。もう疲れた。髪巻き頑張っています。まだ7時じゃないよ。まだ6時19分です。まだだよ。ご飯まだ。お腹減った。今日えらい、あれだね。まだだってば。てちゃん7時まだやで。おやつももろたやろ。さっきお散歩行って歯磨きもしたやろ。歯磨きしておやつもろたやろ。別腹な。あちょっとしか待てへん。どこ行った。えらいぐずりやん今日。どうしたん。お腹減ったん。おおあらちょっとあらあらおお。あら、なんで、まだだってば。なんで即興のお腹減ってんの今日。ご飯？なんか食べたいの？え？てっちゃん、なんか食べたいの？食べたい。まだだってば。まだ7時じゃないよ。ほら、ほら、ほら、すごいアピールしてくる。今日どうしたの？乗ってるよ。頭に紐乗ってるよ。てんちゃん。おやつ足りんかったよな、多分、全然。てんちゃんのお肉な、注文してんねんけどな、今届かへんねん。チョロナで行こうへんねん、チョロナで。てんちゃん、あの、ねえ、乗ってるけど。おやつ作ってくれ。ちょっと、なんだろう。頭に紐乗ってるよ。おっとっとっと。言えません。また紐乗ってるよ。もうちょっと待ってね。7時まで待ってよ。早くしてあげるから、もうちょっとな。大きな背中。今日はやるごずるね。なんでな？ごずりたいから。お腹減っとん。一生懸命聞いてるね。そしたらご飯食べような。シーズー犬オリジナル漫画アウンの店舗5巻が発売。父ちゃんが描いた漫画プラスおまけで嫁が描いた漫画も3ページ。お手の写真付きコラムやお友達ワンちゃんのお話もいっぱい載ってます。おうち時間に読んでみてね。書店では置いてないよ。今週日曜日夜7時からネットショップアウンアイテムにて販売します。下ぶくれのあいつが帰ってきた。再販の声多数につき帰ってきたぬいぐるみストラップお散歩店舗。ぜひ一匹そばに置いてやってくれしや。さらにシーズー店舗内も同時新発売。数が少ないのでお早めにね。アクリルキーホルダーやスマホケース、おでのポストカードもあるよ。
詳しくはアウンアイテムショップサイトを見に来てね。次は花ペチャ店のお知らせです。2020年4月24日から開催予定だった花ペチャ店 in 静岡がコロナウイルス感染防止の対策のため6月に延期になりました。残念。詳しくは花ペチャ店の公式ホームページを見てくださいよ。開催したら会場で父ちゃんが書いたポストカードがもらえるぜ。早くお出かけができるように。今はお家でみんなで戦おう。テンポでした。